第9章乳がんの手術法を変革したフィッシャーのニューバイオロジー説私が医師になった頃乳がんの手術はチブサとリンパを切除するためにチブサはもちろん胸の筋肉までごっそりえぐり取ってしまうのが普通でしたがんは治っても手術後の傷跡は悲惨な状態となりましたしかしがんで死ぬよりはいいだろうと 下界の多くは平気でしたしかしアメリカでフィッシャーが新しい理論ニューバイオロジー説に基づく乳がんの縮小手術を開始しこの手術の生存率が大きく切除する手術と変わらないことを示して以来乳がんの手術は一気に縮小傾向をたどり始め最近ではチブサ自体を温存する手術に移行しかけていますフィッシャーの理論は 試験管の中の実験で出てきた理論ではなく、比較臨床試験という方法論から導き出された理論です。比較臨床試験では、ある治療法の効果を判定するときに、必ずコントロール群、対象群を置いて判定します。要するに、ある治療を行った群と行わなかった群を比較して、治療の効果を判定するのです。フィッシャーは、 多数の乳がん患者の手術で患者を乳房の切除と同時に液化脇の下リンパ節を切除した群と液化リンパ節を切除しない群また液化リンパ節切除の代わりに液化リンパ節に対して放射線治療を行った群の3群に分け10年生存率で比較しました乳がんで乳房切除の手術を行うとき、従来は がんの転移の可能性があるエキカリンパ節を同時に広範囲に切除していましたこのエキカリンパ節の切除を完全に行うため同時に胸の筋肉も完全に切除していたのですこれは乳がんが最初にエキカリンパ節に転移することが多いためにここを完全に切除すればここからがんが全身に転移することが防止され 乳がんの手術成績が良くなるだろうという発想で行われていたのです。フィッシャーは、液化リンパ節を切除することが、乳がん患者の手術成績を改善するかどうかについて、実際に臨床の場面で確認作業を行ったのでした。この結果は、驚くべきことに、液化リンパ節を切除した群も、切除しなかった群も、手術後の10年生存率は、 統計学的に優位な差がなかったのです。この比較臨床試験の結果より、乳がん患者の液化リンパ節は切除しても、治療的な意味は全くないということが証明されたのです。この事実が明らかになってから、医学界もこれを承認し、乳がんの手術は、できるだけ切除範囲を狭くする方向に変わり始めたのです。フィッシャーは、 乳がん手術の比較臨床試験から得られた結果を元としてしこれにある程度の基礎的な実験を追加しそれらの結果を含めて慎重に考察しがんの病態に対して新しい理論を作り上げましたこの理論がフィッシャーのニューバイオロジー説です以下にフィッシャーのニューバイオロジー説の要点を既成学説と併記して示します がんの広がりに決まった順序はない。規制学説では、がんはある決まった順序で進展していくと考える。B がん細胞がリンパ管やリンパ節の中に存在するのは、がん細胞が血液の中に流れ込む途中で、一時的にそこに停滞しているのである。よって、がんの手術の時にリンパ節を切除することは無意味である。寄生学説では がん細胞はリンパ管を通ってリンパ節に定着するからがんの手術ではがんの守病層とその近くのリンパ節は包み込むように完全に切除するべきであるとしている C がんのリンパ節転移がある部位に存在するということはどの程度がんが進行しているかの指標でありそのリンパ節から全身にがんが飛び散って転移していくことはないしたがって そのリンパ節を切除しても治療効果はない。既成学説では、転移のあるリンパ節からは、全身にがん細胞が飛び散って転移病巣を作るので、がん病巣の近くのリンパ節は、できるだけ切除するべきであると考えている。D 治療は、がんの進展や転移に極めて重要である。既成学説では、治療は、 がんの広がる経路としてはあまり重要ではないとしている。E がんと宿主がんにかかった患者の関係は重要であり、がん増殖に複雑で重要な関係を持っている。規制学説では、がんは宿主とは無関係に自律性を持って増殖すると考えている。F 多臓器への転移のない手術可能な乳がんであっても、全身性の疾患である。 規制学説では多臓器への転移のない手術可能な乳がんは局所性の疾患であると考えている G 乳がんの手術での切除範囲と手術の技量の上手下手は手術の予後に対してあまり影響しない既成学説では乳がんの手術での切除範囲と手術の技量の上手下手は手術の予後に重大な影響を及ぼすと考える フィッシャーのニューバイオロジー説は乳がん患者の治療成績をもとに導き出した仮説なのですべてのがんに通用するかどうかは不明ですが欧米ではこの学説に基づいて乳がん手術の切除範囲は次第に縮小されましたさらに乳腺以外の他の臓器のがんでも広範なリンパ節切除リンパ節核清止はあまり行われなくなりました世界的には 手術における広範なリンパ節資格清には治療的効果はないという見解が主流となっています。これに対して日本ではいまだに乳がん以外の臓器では広範なリンパ節切除が標準的な手術とされています。しかしこのような日本の外科医のリンパ節資格清万能主義は世界的な標準グローバルスタンダードからは異端と見なされています。 ニューバイオロジー説の革新的な考え方はがんは局所性疾患ではなく全身性疾患であるという点にあります現代の既成学説ががんを局所性疾患と考えがんは自律性をもって大きくなりリンパ節から全身に転移していくからがん病層と同時に周囲のリンパ節を広範囲に切除するべきであると考えるのに対して ニューバイオロジー説ではがんは全身性疾患だからリンパ節を切除しても意味がないと主張しているのですニューバイオロジー説はがんの原因論までは追求していませんががんは局所性疾患ではなく全身性疾患でありやたらに大きく切除しても予後はそれほど変わらないということを多くの症例で証明した点はズバリがんの本質を見抜いていると思います 今の日本の外科医の多くはがんの手術の時にがんにかかった臓器とその周囲のリンパ節をできるだけ多く切除することががん患者の予後を大きく改善すると考えています。しかし私の外科医としての経験からは拡大手術による予後の改善はほとんどないかあってもほんのわずかでしかないと思います。 広範なリンパ節切除を行う拡大手術は非常に手間かがかかり手術の危険性も増大しますこのようなわけで現在のがん治療に中心的な役割を担っている手術療法はその努力の割には報われているとは言えないのが現状ですここ10年間の外科におけるがん手術関連の学会のテーマはほとんど目新しいことはなく その時の時流流行に流されて手術の拡大と縮小の間を行ったり来たりり来している状態です手術のすべしきを改良してがん手術の5年生存率を飛躍的に向上させるようなことはもはや不可能になっておりがん治療における手術療法の発展はすでに限界点に達したと結論できそうです。